はい、皆さん大変お待たせしました。あれこっち、あ、なんか顔がすごい感じになっちゃったけど、まあここでちょっと、あ、響くな、なんか今日はすごく、やっぱりこうね、出会いがあれば別れもあり、そしてラッキーは永遠に続かないぞってことで、まあ今日は感じで、まあコメントはこれぐらいにしといて、うん、まあすれ違いとすれ違いが生んだ摩擦熱によって生まれる新しいものもある、そして誰もいない桜散る、みんなちょっとそんな感じで、まあ勘弁しといて、うん、はい、ということで、はい、始まりました、ミラクル光るのくるくるミラクル、進行役はいちご姫チャットスタッフマサオでお送りいたします。はい、見てん、この角度、え、この角度見て、そっくり、今日はもうそっくりに走ろうと思って、今日そっくりやろね、ちょっとアップになった時にバレたかもしれん、うん、若干光ってるもんね、うん、若干まぶた光ってるいやでもメイクに見えると思うね、多分、本当に私真横で見てたらちょっと面白いけど、え、マジで、え、どうなんやろ、わかるんかな、みんな、マジ、うん、わかる、わかる、ちょっとドアップとかできます、これね、テープ貼っちゃいました、どうぞ、はい、目にテープ貼ってるの見えますか、ね、見えない、引きファンとしてほら、見えへんやん、ほらほら、そう言わんでええやん、でもちょっとラメっぽい感じ、うん、そう、私もね、ちょっとそうそうそう、ラメバレてるやんとうとうね、うん、テープネタ、セロテープネタに走っちゃいました、走っちゃいましたでもこの二重ね、うん、ちょっと二重みたいなのがあって、ちょっとくぼみっていうのな、それを消すために、うん、これやったら、あらそっくりでしょ、そっくりでしょ、うん、そっくり、そう、ほんでセロテープをね、うん、セロテープを先つけてて、うん、セロテープをもう取ったり外したり、なかなかこの思い通りのラインにならなくて、うん、ずっとそれを繰り返してるうちにセロテープなくなっちゃってほんならスタッフの方持ってるからっつって新品のセロテープを貸してくださって、うん、ほんならその入りな、このセロテープの一番初め新品だから、うん、矢印書いてあるじゃないですか、書いてるな、ここから見るっていうやつ、こっち、はい、なんかこう輪があってこう、うん、こっちっていうマークのやつだ、こっちって、うん、ほんでこっちって書いてあるからね、うん、こっちって言われて、あ、こっち向きにめくるんだと思って、うん、私はもうこっちっていう方向に向かってこうひしひしでこうこうカリ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 やつ、あれと思って、あ、これ引っかかりがないの、え、なんかしなったらツル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 、うん、ほんなら逆から、つまりこのこっちって指してるところは始まりのこっちで、わかるかイライラするわ、ここが始まりですの、この矢印みたいな方向を示すか、うん、このそこからが始まり、部分的なもんだよね、ね、うん、めっちゃ嫌な気分で、ね、そんな、今日始まっちゃいました、でもそんな嫌な気分言うてるけど、くるくるやっとる場合じゃないな、いやいや、やっとこうよ、やろうよ、ちょっとめっちゃ流れやで、はい、さっきね、似てる、うん、光ってるけど似てるよとか、あ、光ってるけど似てる、よかったよかった、うん、ほらメイクだと思ってたとか、まあ、あ、でもちょっとまだ今日もデーモンな感じになっちゃった、うん、私一時期ね、そう、ここ濃すぎてね、二十、うん、歳ぐらいの時デーモンデーモンって呼ばれてるあだ名がデーモンとかなってる、太りすぎてなんかヘアスタイルと一緒に博士太郎とか呼ばれた時代もあったけどね、うん、なんか、いや、博士太郎さんは大好きです、タイトルが変わりましたね、これ今年の歌だ、こういう感じ、今年の歌、どこうか、こう、いや、もうまあまあお楽しみとどこよ。ちょっとくけど、ちょっとね、うん、名前、タイトルがね、はい、こんなん来てますよ。タイトルかどうかわかんないけど、つるつるミラクルとかね。目のところのね、スロハンテープ。つるつるミラクル、テカテカミラクルとかね。あと、アドバイスとして、医療用テープを使うとかぶれにくいよとか。え？あ、医療用テープをね、うん、そうなんです。今日ね、ぶっちゃけね、薬局に買いに行こうと思ったんですけど、うん、邪魔くさかった、ね、邪魔くさかった、ハキュンが入ってきてます、うお、なんかまぶたにひっついてるバレバレ、うん、ハキュンもう入れてるんや、ハキュンももう入ってきてますよ、めっちゃクールな顔で入れてるんや、クールな顔、へえ、もう OL みたいな顔で、 OL みたいな顔で、ね、入れてるんや、はいはいはい、さっきはイライラしたな、今日は特にイライラしたけど、うそやん、もうなんか私アンチガンダムなんですもん、みたいな、ちゃんとポーズ取り、喋り、うん、怒り、笑い、うん、かわいいな、かわいいかよ、悔しい、よかったで、よかったな、ウエスタンブーツ履いてる、ほんまはウエスタンブーツ履いてるんですよ、ほんまはな、いつもあれ、あ、いつも履いてる、いつもあれ履いてきてある、うん、
はい、もうずらとった、防水やん。何やそこにおんねん。びっくりした。ほんまや、リサちゃん実は坊主やったよ。リサちゃんじゃん、ミサちゃん、ミサちゃん間違ってるやん。おばあちゃんがよくね、うん、間違えてたわ、ま、結構覚えられへんやろまだ。そうちゃんと言えるフルネーム。画集院リサ。画集院リサちゃうわ。まああのですね、実は前回、はい、なんと、はい、週刊視聴ランキングで2位になりました、はい、いやもうそれやめて、もうちょっとすごいやん。2位やん。今までぶっちゃけね、うん、2位とかね、うん、今までの人生取ったことがない。あの簿記検定2級とかだってある。2位がつくもんを取ったことがない。4位ぐらいがギリギリの人生。いやでもやこちゃん、アーカイブ放送ではなんと1位。あやめて、私1位取ったことないです。やっぱ向いてる仕事っていうことかな。あかん、お母ちゃんかに、お母ちゃんかに。これはすごいですよ、快挙ですよ。で、うん、夢から覚めましたとかじゃないですよね。じゃあほんまにマジで1位取ったことないねんって、人生で1位取られた。じゃあ初めての1位や。初めての1位。なんかだ、小学校の時にクラスで1人女の子黒い縄跳び使ってたとかいう、そういう1人ぼっちとかいうのだったら1位は1人ぼっちはいっぱいあるけど違うよ。たくさんの人がアクセスしてくれてこっ、チャットもね、ものすごいおめでとうおめでとう言ってますよ。いやありがとう。初めてのね、生涯1位にみんなおめでとうめっちゃ来てるね。ハンターハチはおめでとうどころか、ハチ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 って下開き由美か。ありがとうございます。うわおめでとうにもいろんな書き方があるねんね。そうだね、かわいい文字とか。なるほど。みんなもう右脳で書いてるよね、うん、もうパパパと。パパパって書いてるよね。すごいすげえなー言うて、思いつきでパッと本入れてくれてる感じがすごく。俺らも先週から見出したとか。あおおー見てますね。ハマってくれたよな。えらいことだよ。よくなきゃ。リーヤさんね。リーヤさんの読んだんでしょ今ね。そう、何個入ってんの、数えられんかとごめん。あのリーヤさん、そういうの書かないでもらえますか。ちょっと壊れちゃうんで。やめてもらえます。ガー入れたいタイプですわ。まあね。はい、いやみんなもうすごいですよ。祝福ムード。皆さんのおかげですがな。はいはい、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。キングと言うと。あ、1位を取った感想を聞きたい。1位取るとギャラアップって聞かれてますけど。え、ギャラとかってアップしてくれたらもっと頑張るけどな。え、ギャラ出てるんですかこれ。それ事務所の問題だから。これボランティアかと思うんですね。だってタダで見てはるんやろみんな。いや、タダで見てはりますけど。そう、みんな、ね、ご指名代とかなんかするね。いやもうガンガン、そんなちょっと引っ越ししてお金がなくなったからってそんな言ったからね。いやー本当に、いやなんか嬉しい。サク72さん、人生のピークおめでとうってこれみんなに言われます。お前歌だとあったし1位になったし、もう転げ落ちるばかりかぐらいな感じ。何言ったらこれから始まったんだと。うん変な顔なっとって。マサオシいいこと言った言うて、来てますね。恥ずかしい。なんかすごくね、もうはい、もう最近このギャオジョッキーのことを考えると、うん、もう夜もぐっすり寝れるんですよ。ダメじゃん。安眠やねん。ダメでしょ。終わった後忘れるんですよね。ダメやないかそれ。次はどうなるかな。眠れないでください。って寝るんですよね。私の人生もう知ったことじゃない。寝るんですね、これがまた。おかげさまで。そうなんや。もう寝る寝るミラクル出ます。寝る寝る、名前変わってきてるけど。寝る寝るネイルネってありましたね。あったあった、食べ物の。まあこの話は終わろう。なんでやねん。振っといて。まあということでね、なんかね、はい、あの最近聞きましたけど、はい、引っ越しをしたと聞いたんですけど。え、誰から聞いたんですか。いや、あのあなたから。私が言うたら。わざわざさ、こんなみたいな。私が言うたけどな、今日なんか振って、引っ越しずって振って。さっきも、ね、もうブログで、ね、ネタ全部変えちゃったんですけど、うん、もネタ全部ブログで出しちゃったんですけどね。まあそれでも引っ越ししました。あ、場所は、あ、場所は言っちゃダメでしょ。え、いやちょっとこれだけ言いたい。どこへ。渋谷と恵比寿の間です。うわちょっとこれが言いたかった。いいとこや。もうちょうど間でね、うん、ごめんなさい、もうセレブ。うわセレブなんだけども、どっちも中途半端に息が遠い。あ、これ偉いこと失敗しました。もうね、うん、1階にはなんとあれがある。何があるの。もうこれ以上言ったらね、ほんと人が来るから言われへんけど。何があるの。いや思い切って12畳。おうわでかい。ちょっと稼いでるやん。いや稼いでる。質はそこまで重視してんけど、うん、他なんかそこの家ね、これ違うよ、うん、ほらこら
何マサオちゃんはマッキーやらしいやらしい何やってたんちょっとお金好きそうなこれやめてやめてやめてもうもうそういうのされるとほっとかれへんねんから無視できへんなんかお願いしますほらトレビアン言われてトレビアンレトレンいやもう引っ越しはまさにもう素晴らしい渋谷来たた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 た生きてるわほんまにいやこういうのうわ本物や一流芸能人あ違う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 ちょっと待って、うん、渋谷住んだから一流芸能人ちゃうぞ言っときますけど、はい、全然別にオートロックとかそんなちゃいますねの何なん？なんかね普通なんか前になんかそこに不動産が入ってた普通の会社が入ってって、うん、まあまあちょっと外見ちょっと汚らしいかもしれないんですけど、うん、広いし収納がある、うん、収納があって、うん、ほんでトイレに、うん、なんかタイル貼ってあった誰が貼ったか知らんようなオレンジと白のタイルがブブブブッと貼ってあって、うん、ツバ飛んだけど、まあ、元からじゃなくてそれで決めたみたいなもう誰が貼ったかわからないタイルが貼ってあったら気に入って、うん、めっちゃ明るい気持ちでトイレできると思ってトイレ話ですけど、うん、即決めもう12畳ですわ広いねほんまふすまが貼ってあったところになんとアコーディオンカーテンアコーディオンカーテンおしゃれなことになほんまは押し入れやったのに普通のふすまの、うんうん、クローゼットになって、うん、押し入れに無理やりクローゼットの棚みたいなグイーンってつけたから、うん、なんと扉と中身がずれてますすごいやんけめっちゃええやんけおしゃれ、まあ、その代わりねちょっと、うん、ベランダがちょっと古めかしい感じの、まあ、その扉がなんか昔のなんかすすけた感じのなんか、うん、なんかちょっと曇りガラスの花ついてますみたいなちょっとなってますけどそこはミントね、うん、おしゃれなね木製のブラインドをつけておしゃれにしますよいやただねそのブラインドが高い、うん、高いそう値段がそうちょっと教えてよいくらかブラインドね全部高この全部それると4万するうわ高っ4万って高いよな高いでしょうんあほらこれちっちゃいこんなブラインドやったら多分、うん、もう5000円ぐらいで済むんやけど贅沢にも私は横180縦180ぐらいの贅沢なブラインドにしようとしてるからなんでかわかる？わかるやん。ブラインドやったらば、うん、ブラインドやったらば、何？締め切っとってもわかるやろわ。それもう楽屋で話してもらって。何やまた。まあ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 話、はい。なんでブラインドの話？引っ越しの話で話を持たすと言いながら、えらい変に持たせすぎた。でもね、本当はね、やったそのまあ引っ越し決まって、ねね、おめでとうやねんけど、実はそのね引っ越しをする前にまあいろいろ物件見に行ってた時に。たまたま、まあ、どことかはちょっと言えませんけどね。ああ私んちの、え、うん、私んちのほら、隣。が、いいな、いいな。たまたま、そう。うちんちの前の隣のマンション。それで私、次の日すぐ断りました。なんでやねん。あ、そう、断るよ、ね。にしてたのに。いや、もうそれ聞いて、パッと断りました、ね。なんでやねん。申し訳ない。ようしもらったんですけど。正解はないやろ、またそのおかげで今のところ12畳があったんですから。いや、絶対私んちの隣のマンション。ある意味、姫のおかげだったよね。姫のおかげ、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。せっかく楽しみにしてたのに、もう医学でもやってらっしゃるんかなぐらい。なんでやねん。そんな赤い言われたら済む私の診療ようついてくださってありがとうございます。いやいや、もうせっかく楽しみやったのにな。いやほんまにおかげさまで。いやもう絶対ご飯とかすぐなんか誘おうとか思ってたのに。いやいやほんまにもうすぐ帰ります。なんでよ。ほんと勘弁してくださいほんま。もうええやんか。本当にね。ちょっと待ってよ。その日ばっかりぐっすり眠れへんようになりましたね。なんでいちご狩り行ってさ。ああいちご狩り。持ってきてさ、ほら余ってるから食べへん言うて。いちご狩りの話なんですけども、うん、あなた今日どこ行ってらっしゃいました？あ、今日ですか？はい。まあ、今日和歌山県の、いちご電車を乗りに行ってたんですわ。聞き捨てたらんぞー。いや、なんでほんまにあんねんって。ほんとらしいですけど。いちご電車で買ったグッズ全部揃えてきた。ただね、うん、いちご、なんでここ持ってきてんの？いや、ちょっと持ってきてちょっと見たいなっていうのさっき聞いたんで。そうそうそう、いちご電車。はっきり言っていちご電車乗ってきたのって、うん、ぶっちゃけなんかネタ集めでしょ？え、ネタ集めじゃなくてもうほんまに感動して。いや、私すごいなと思って、もう鶴瓶師匠とかもぐらいすごいな。さすが真の真さんの、ま、孫いちゃうか。弟子や弟子。すごいな。まだ幼女にはなってへん。もう和歌山までいちごのために行くかっていう。まあ、本当にいちご電車。ほんでいちご電車の車掌さん誰でしたっけ？あ、猫です。猫やねんな。猫の玉が、あれやねん。そんなんだ。猫が車掌ってどういうことよ。ほんとにね、ちょっと、うん、あそこ本にも取り上げられてんねんね。すごい。猫の玉が、駅長さんで。そうなんですよね。猫の玉が駅長で。和歌山電鉄岸駅に。カメラに。
猫駅長たまに会いに行こうって。いちご電車ものすごいちっちゃいねん。ここにしか乗ってへん。でもほらたま大きく乗って。また怖い顔の猫。いやね、めっちゃ可愛かったよたま。やらされてるだけやからね。いやちょっとねちょっとね感動したほんまに。全部たまグッズ全部買ってきたもん。あの私のコーナーなんでもうしまってください、ね。いや可愛いやろ。ほんまに一緒にいたから、ね。あれ元はあなたが振ったからね今。そうやね。言っとけど。さあもうあっちで見せてもらえばいいから。それを用意しとけ言うてわざわざ持ってきてんねんけどちょっと。ごめん。いちご電車まだありえへんごめんなさい。ミラクルさんが今日なんか街で変な人見かけた。みたいな、うん、ああ街で変な人ね。どんな感じだったんですかそれ。あの街で変な人見かけた、うんうん、まあ、そのうちの一人にこの人入れたいんですけど。なんでよそんなことないよ。いやこんな服ねいちご、うん、いやもっと変な人がおったんです、うん、もっとよかった相当やな全然私普通やって今日さほんま私服これは異常だと思うよ。なんでなんで、うん、え、可愛くないこれ。もう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 その話を聖一もうもうもうほんまにねあのもうほんまにもっと変だったんですよ。何あのね、うん、山手線おう山手線東京を走ってますな、うん、山手線の中に、うん、なんていうのかなやあの山手線の、うん、まあ普通、まあ普通の木曜日ぐらいですよね。山手線に普通におばちゃんらがガーッて並んでて、うん、私がこう、うん、こっちでまあ荷物持ちながらね、うん、営業の前かなんかでこう荷物持ちながらこう窓の方を向いて、うん、こうやって立ってたんですけど、うん、ほんなら急にね隣のおっさんがこうパーッと立って、うん、ね目の前のこうおばさんらに向かってねこう、うん、なあ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 なもうほんまに急に、なぁ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 、ほんで、そう言うて、その、あ、そうそう、ちょっと違う。大げさに言うとるやろ。お前アレンジした、波及に暴露されてるやんか。大げさに言うと。嘘つき、ちょっと光る。俺は初めて聞いた。豊岡市のおばはんなんでみんなそうやん。みんなそんなわけないよ。もうね、急におっさんが立ってね、パッ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 大丈夫だって言うたんですよ。そうやな、まあ、言うてないでしょ。一番初めの4択さどれが本当でしょう。ファイナルアンサーえファイナルアンサーファイナルアンサーはいファイナルアンサー何聞く 50-50 するいやいやもうファイナルアンサーファイナルアンサーファイナルアンサー紅白歌合戦正解。いや誰も言ってない DJ オズマ意識したんやねそのおっさんが。ほんでもう顔見てもっと受けたあのワッキーさんいらっしゃるじゃないですか、うん、ワッキーペナルティのねワッキーの草というのかもうこれあの、ね、それはもうまさにワッキーどころじゃないワッキーがおじさんって呼び方だもう俺こんな顔でもうめっちゃ風呂入ってへんような顔の人ほんで座ってこう座ってね、うん、ほんで急にうわっうわっと思ってもう、うん、ね怖い人だもまあその前にそうそうそうもうおばさんらこれわーわーって言われたおばさんらがもうありえへんっていう顔してるわけですよ、うん、このまあなって目の前で言われたんですよありえんっていう顔してるのね、うん、周りの人ら見たらもうみんななんかこういう顔してるの私ねあれそんなみんないやめっちゃおもろいやんって思ったけど、うん、違うみんな我慢してたもん あ笑いたかった笑いを我慢しててん笑いを我慢すると人間そこで笑いたいけど笑うって恥ずかしいやね、うん、電車の中で笑うのが変態を見て笑うっていう声が恥ずかしくて、うん、気づいたら分かって私もそうしてたのって言いたいよ一人でも、うん、ねいつも笑っちゃうからそういうのって、うん、ね友達とおったら絶対笑ってるんだけど、うん、私も必死でうんうんうん肩は嘘をつけないんだけどうんうんうんってチロチロ見ながらうんってやってるのね、うん、でもそのおっさんの隣に座ってたやつがどうしてもこらえきれなかったらしいって言っちゃ言い出して、うん、うわーと思ってそしたらそのおっさんが追い打ちをかけるようにその男の子にお前おいお前は本当にダメなやつだよな初対面やのにこんなことで笑ってあかんやつやないうぐらいの感じで喋り出してもうめっちゃもうみんなに見せたかったですで新宿に着いてそのおっさんは降りえへんかったんだけどね、うん、私後をつけていく時間はなかったんですよあ残念や山手線ぐるぐる回りながら何回ナーナーをするかとか見たかったもうめっちゃおもろかったあれはなんなんおじさんもう出へんかもあそれで思い出したんやけど
飲みながら。ごめんね、私ばかり喋って。全然喋ってない。あんたの番組やで。そうそう、大丈夫よ。ほんまにちょっと遠慮なく喋らせてもらうけど、山手線で思い出したけども、なーなーおじさん、山手線はなーなーおじさん覚えといて。うん、なーなーおじさん。覚えとかないでやろ、別に。なーなーおじさん。ここ大事なとこやけど。ゆりかもめ、ゆりかもめ、ゆりかもめに乗ってる鳩おじさんっていうのがあった。何そら鳩おじさん。それは私がこっちに出てきたばっかりの時の美容学校行ってる時の21ぐらいの時に見たおっさんやけど、一番先頭にこう立ってね、こうもう進んでるからうほうしてるよね。何歳ぐらいのおじさん。まあ44、5のおっさん、ね、結構いてウキウキやん。おっさんと呼ばれるからね、44なんですけど、まあ見るからにちょっともみあげがシャキーンってなった感じの人だったです。まあ、あんまりこういう話ばっかりしたらあかんけど、モノマネってそういうもんですからね。あ、まあね、はい、とんでまとめ方やね。ちょっとおもろい人おるなっていうところから始めなあかんっていうところで、それがホロホおじさんだった。なんでよりかもめでどうなんやろな。でもさすがね、モノマネやってらっしゃるだけあってね、上手ですよ。いや、そんなこと変なおじさんの思い出した。何また思い出した。どのタイミングで思い出した。なんや思い出した。またもう一個ありました。もう変なおじさん、もう変なおじさん、変なおじさんじゃなくって、あ、忘れた。どっちやねん。お前今思い出した言うんだろ。そうフリースタイルやな、本当に。思い出した。思い出しました。もう一人おりました。もう一人だけ1時間ある。大丈夫あるある。最後の最後に大丈夫かな。全然大丈夫。もう一人おりました。このお兄さん。お兄さんも若いやん。まあこれもあんまり言っていいか分からへんけど、これはね、山手線じゃなくって、ゆりかもめじゃなくって、埼京線、埼京線かな。うん、あの、いや、あれや、あ、中華街に行く方、横浜の。あ、東横線。東横線、うん、そこ大事なとこなんですけど、うん、東横線ボーイっていうのがおって自分がつけただけでしょ。これ作り話じゃなくて、もう電車最後にしときます、これが。あ、もう一人おるかな。まだおんの。まあ聞くわ、東横線ボーイから。そう、ナンバー3はね、東横線ボーイね。これ外をずーっと見とって、ずーっと見とってね、私がこう直角にこう、私は車窓さんの方を向いてこうずっと後ろにこう行くの、ずっとこう見とるわけですよ、うん、でここにリュックサック背負った、まあ、それなりの感じの方が綺麗にね、あのマフラーをキュッと巻いて手袋してね、うんうん、はぁったったって言ってあるから、あ、あんまりほんでね、なんやねん今のなんやねん。まあ、やばいな。まあ聞きましょうや。まあ聞くよ、うん、お母さん、お母さん、お母さん、いや本当にですね、すいません、お母さん、いや本当にですね、お母さん、もう、女子アナはですね、女子アナはいいですね。いや、この間お台場に見に行った時はお母さん、いや本当に良かったですけども、どうでしょうかって言ったら、私の隣の人がお母さんだったんですね。いいんじゃない、うん、良かったわね、あ、それは良かったです。もうそういう、まあこれぐらいにしときましょう。それよくあのミニドラさん、ミラクル絶好調言ってますよ、はい、そうこういう話大好きです。全然絶好調ではないじゃない絶好調ですか、今日。絶好調じゃない、絶不調でもないからっていう、ね、まあ好調と皆さん楽しんでくれてるんじゃないですかね、これはね。じゃ最後に車掌さんの話、まだあるの。まだあります。電車といえばね、メモったやつが、そう、うん、あのね、いちご電車かな、もう教えはないでください、教えはない、はい、ドアが閉まります、ドアが閉まります、教えてください、あ、だいだいだい、ドア閉まります、ドア閉まります、ドア、もう皆さん、ちょ、もうってほんまに言うた、自分の感情入ってるやん、その人。もう言って、これ作り話じゃないです、本当に。個人的に仲間由紀恵でもう一回やってもらっていいですか。皆さん、ドアが閉まります、ドアが閉まります、ドアが閉まります、ドアが、だけど、だけど、もうちょっと分かんないですよ。分かんないです。すいません、ちょっと潜水とか無理に詰め込んで。じゃあ行きますか。はい、それぞれでは行きましょうか。くるくる Q&A のコーナー。はい、このコーナーはですね、はい、この人に聞きたい、こんな質問を皆さん送ってください。ミラクルヒカルが何でも答えてくれます。一番盛り上がったお題には、サイン入り色紙と、プレゼントしまーす。わかりました、ありがとうございます。はい、ということで、サイン入り色紙ですか。はい、サインをですね、拡大コピーにしておしゃれにこう額縁に飾って、うん、部屋のインテリアにされてる方もいらっしゃるということなんです。そう思い、そうなんです。へえ、どうなんでしょうかね、今日は誰に当たるんでしょうか。どんなものまでなんですかね。落ち着いてるね。気になるところですね。気になりますね。はい、こちらのようなね、宇多田ヒカルさんをはじめ、オセロ中島さん、仲間由紀恵さんなど、その他何でも
OK です、何でも OK でございますので、はい、皆さん、この人に質問したいというものがありましたら、じゃん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 送ってきてください。いや本当にじゃん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 行っちゃいます。はい、じゃんじゃん行きましょう。それでは、もう早速ねメールの方が来ていましたので、たくさん来てますよ、はい、うん、めちゃくちゃいっぱい来てますよ。怖いよ怖いよ。それでは行きますよ。いいっすか、うん、行っちゃって、ちょっとモードをじゃあ、はい、ミサさん風に、ミサさん風、キコーデンさん、うん、あ、やっぱやめよう。どっちやねんやるんじゃない、アイドルの風味に、うん、なんかなってみたいなと思う。無理でした、無理やった、はい、イメージトレーニング一瞬にしてしたんですけど無理でした。 また今度機会があればちょっとやってください、はい、はい、チャンスがあれば、はい、はい、それではハンドルネームはピクシー1986さんから、はい、宇多田ヒカル様に質問です。はい、フレーバーオブライフの売れ行きが好調ですね、はい、うんうん、まあ、その一番の要因って何だと思いますか。CD がね、フレーバーオブライフがなんで売れるかって言ったらやっぱりあの、はい、歌詞にあるの。それが、あ、歌詞ですか。歌詞にあって、はい、青いフルーツっていうところなんだけど、青いフルーツ、うん、それはどういうことなんですかね。いや言えないな。いやいや、青いフルーツっていう言葉はもう誰も使ったことないよね、うん、これ真面目に答える、うん、青いフルーツって二人の行為を青いフルーツって言ってるところ、青いフルーツが、うん、青いフルーツ、まだ熟してないフルーツって言ってるところ。あともう一つはね、 あもう一つ、はい、あと一歩が踏み出せない、せいでそこたまんない、そこがやっぱそこが、あと一歩が踏み出せない、せいでっていうところと、うん、ジレッテンイノナノってベイベーベイベーを今年多分初めて私が使ってる、あーボーイ以来私が使ってる、あベイベーは最高、ベイベーね、そこが一番の要因やったということで、ロックってことだな。ロックは不滅だよね。よくママとねロックを聞きに行くのね。お、どんなロック聞くんですか。なんかクイーンとかさ、あ、クイーン、うん、うん、なんかあとクイーンとかクイーンとかクイーンとか、クイーンしか聞いてへんやん、いろいろ、うん、クイーンが好きやよ、聞くのね。ほんでママとかジャンピングシューズを履いて、うん、ほんでわーって乗るの。ママジャンピングシューズ履いてるんですか。これ本当の話なの。実はミラクルヒカルも個人的にすごいびっくりしてるんだけど、うん、なんかあのママがジャンピングシューズを履いて、ドクター仲間とキッキーと2人でそう、うん、乗ってるらしい。でもリズムにちょっとだけずれてるらしいんだけどやっぱね飛びすぎるからね、あれね、不思議なの。不思議よね、不思議なの、不思議なの。うわー、うママすごいですね。だからあのセカンドアルバムの9番目とか結構私、うん、あのロックな感じのにしてるから、うんうん、個人的に聞いてほしい、あみたいなところもある。フレーバーオブライフ、そう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 、ぜひ。インザスケール、インザスケールっていうね、ジブラが言ってた、ジブラ宇多田ヒカルが言ってたわけじゃない。よろしく、よろしく幕張メッセで待ってるぞインザスケールって言ってたジブラがさジブラで、はい、はい、まあそんなどこで買ったんやんけこの服。この服、うん、これ大阪の南南タウンのいちご屋。南南タウン南南タウンって、はい、ありがとうございます。なんでそれ聞いたん。いやいや、なんか思い出しました急に。じゃあどうぞ、あのメールがたくさん来てるんですよ。はい、まだまだ来ております。行きましょう、スーさんからです。ほいほい、出た、はい、スーさん出たね。松浦彩さんに質問です。ほいほい、たくさん CM にいっぱい出てはると思うんですけど、うん、松浦彩さんが次に出演したいなっていうこういう CM とかってありますか。うん、バイク王です。バイク王、あのバイク王です。バイク王ブルルンブルルンディズニー。なんでバイク王に出たいんですか。うん、なんかあのまあなんかあの、うん、まあ、社長が、うん、バイク王の社長が、うん、ちょっとあの島田紳助に似てるっていうところもあるんですけど、それは置いといて、うん、それ置いとくねな置いといて、うん、普通にバイク乗りたい、うん、秋のバイクを夏のバイクを涼しいな、暑い、うん、春のバイクをあ秋のバイクをブルルンレンデンブルルンレンブルルンレンデンバイク王、もうこういう感じにやります。あ、もう考えてるバイク王、バイク王考えてる、ね、ちょっとバイク王ね、バイク王は考えてる、バイク王は考えてる、バイク王は最高。バイク王さん、あの、うん、
ついてもらえないですかね、広告ね。ね、ついてほしいよね。よろしくお願いします。そういう意味も込めまして、うん、はい。バイコー、ね。バイコーさんでもいいし、うん、イエローハートさんでもいいので。中古車にはこだわってるね。ね。ああ、そうよね。よろしくお願いします。持ってないやろ、車。バイクも車も興味がございませんけど。どっちやねん。自転車しか乗りません。ブルームーンとかに、うん、はい、次行きましょう、うん、それでは、うにょしょうたさんからです。うん。田中。うにょしょうた。はい。うにょちよにしませんか、これから。うにょしょうたです、名前。なるほど。名前変えな、そのしょうたさんとね、ちょっと話し合ってもらったら。よし変わるかもしれませんが。初めてのもしもし人の名前変えたの。そうなんですよね。うにょちよさんね、はい。うにょちよさんの方がいいかな。一応運用翔太さんからの、一応ね、質問で、田中真紀子さん、政治家の田中真紀子さんへの質問です。はいこれ違いますね、これちょっと違う、いや、いいと思う、いや、それやと思う、はい、今度、はい、あの新しい法律を国会に提出するそうですが、新しい法律を、はい、どんな法律を田中真紀子さんはお考えなんでしょうか。新しい法律、あ、これ考えてなかったけど、んじゃあ、はいはい、あの田中真紀子さん、はい、そのはいが結構好き、はい、新しい法律、あれ、新しい法律なんか、田中、新しい法律ですけどもね。あ、似てる本当ですか、これね、あの本人あんまり聞いたことない、モノマネする人こういう感じかなみたいなみんな、はい、田中真紀子ですって言うからね、あの俺、あの俺、こんなんじゃないかそんなんはいはい、はいはい、新しい法律、わかりましたよ、新しい、女性らしい法律考えましたはい、今夜はサラダ記念日法律、はい、サラダ記念日、あなたと出会った今日、あなたがサラダ美味しいねって言ってくれた今日はサラダ記念日です記念日法律の意味がわかんない。そう、サラダ記念日法律です。何やねん、今夜サラダ記念日風味なので、もうどんどん分からへんなってきてる、なんていうですかね、うん、なんていうですかね、今日はあれです、何ですの、今日は、うん、ね、例えば旦那様から、旦那様、はい、旦那様が奥様を褒めてあげようっていうね、まあちょっといい話になりますけども、うん、はい、それをサラダ記念日、という、ね、うん、いいじゃないですか、それで、いいじゃないですか、私はね、あれ、オール巨人です、あれ、いや、マジこれ、あ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 れ、なんか土井さんとかいう意見も来てますけど、土井孝子です、一緒やん、世の中の男性は女性を褒めない、これがダメ、これがね、ダメ。男性は犬から猫になり、うん、女は猫から犬になる、分かってますかこの間ね、アントニオ・コインノキさんとね、うん、男と女について語ってたんですけども男は初め必死になるくせに後からプイッといなくなる、うん、女は初めプイッとしてるけど後から必死になっちゃう、おー、そうですね、そこが分かってない、分かってそこがすれ違い、それがすれ違いっていうことを一番言いたかった、そんな記念日がサラダ記念日法律です、素敵ですね、はい、2人の間を修正してください、はい、サラダ記念日、はい、ぜひ公開に持っていきましょう、はい、はい、それでは、たくさん来ておりますので、もう1個なかったです、3つしか言われてませんよ、はい、高人さん、じゃあ高人さん、高人さん行く、高人さん、そのまま行きましょうか、俺もあんま考えてんかったですけどね、うにょしょうた、うにょしょうたさんの、うん、行きましょうか、うにょちよのね、うにょちよのね、うにょちよに変わりましたね、はい、それではうにょしょうたさんから、またまた高人さん、屋敷高人さんへの質問です、屋敷高人さん、ちょっと人生はどのように生きていけばいいんでしょうか、東京に出たらあかんでみんな東京に行ってもったらあかんで、みんな大阪に残れ、みんな地元に残れ、過疎化を防げ、東京に行ったらあかんで、ほんでみんな真の死の弟子になれば、そうや、なれなれ、弟子なれば人生間違ってへんで、ちょっと歌手風のね、歌手風な、うん、そうやわ、うん、でもね、うん、東京で
一番ね、なんとかラジオで一番初めに流れた曲はなんと関西人の屋敷隆人さんの東京っていう曲だったらしいですよ。へー、もう関西なんか東京かはっきりせえ隆人さんよってねちょっと怖いかな。やったー、隆人言うてはったな、ね、バリバリ関西を。パトラッシュさんがね、ものすごい喜んでる、うん、あ、よかった、うん、やったー隆人って言ってる。隆人さんは大人気ですよね。ね、よかったね、やってね。あのね、あの知らない人もいるんですね、やっぱね。私らね、関西の人は屋敷隆人さんはどこで名字かとか分かってるんですけど、いや、あの屋敷さっき言ったよ、あのどこまでが名字なんだろう。屋敷隆人、え、屋敷隆人って思ってる人もおんねん。屋敷隆人って思ってるかもしれない、ね、屋敷隆人ね。あね、ちょっと元ホストみたいな感じの屋敷隆人です。何回名字やな。屋敷隆人です。面白い。私だけでは受けてない。一人でハマってるやん。そうです。屋敷隆人ですね。そうですよね。はい。屋敷隆人。隆人の夢いっぱいとかなんかもういっぱいもう持ってきちゃって。隆人ワンマン。そうですそうです。隆人の胸いっぱい。そうです。いっぱいありますよ。出たいわ。大人になったらこう隆人さんの味がよくわかるっていう感じの。水炊きが好きになりました私みたいな。すき焼きより水炊きが好きになりましたみたいなね。はい。そういう感じになれば赤身より白身です。みたいな感じになれば屋敷隆人さんの良さも分かるっていうオツですね。いろいろともういっぱい来ておりますので、はいはい、じゃんじゃんいきましょう。それでは SS 中佐さんからですね、頼むアンパンマンちょっとやって一回だけ見たい。なんやこのストレートな意見は、ね、むちゃくちゃなんかねやってほしいみたいやから、ちょっとなんかあの、じゃあまあ、願いを叶えたのかなと思って、うん。そうですね、夢を叶えてあげましょう。うん、ちょっとこの人が。ああ、噂で聞いたんですね。はい、そうでしょうね。なるほどね。はい。わかりました。めったにしないんですけど。アンパンマン、アンパンマン、アンパンマン、こんにちは、僕、アンパンマンだよ。戸田恵子です。違う。夢壊しちゃダメ。そう、戸田恵子じゃなくて、アンパンマンなんて実在しません。うん、戸田恵子しかおりません。違う。アンパンマン。違うの違うの、ダメダメ。アンパンマンに助けてもらいたいの。アンパンマンはアニメです。絵の具でできてます。絵の具の紙のみでできております。違う。アンパンマンはアンパンでできてんだよ。できてません。でも。アンパンマン。アンパンマンの筆者作者のあの方は柳瀬隆史。柳瀬隆史。隆史言えねえ。柳瀬隆史、うん、隆史さんは、太陽を描かずに影を描く、そんな素敵な方です。アニメです、漫画です。違うよ、 SS フィクションです。アンパンマン、あんなものおったら私が食べてやりたいぐらいです。戸田恵子です。学校やな本当に。SS さん、あの願い叶えたけどよかったかな。ねえ、ごめんな。もしかしたらね、12歳ぐらいの子かもしれない。そうだね。こんな時間に起きてんじゃありません。アンパンマンが怒ったら寝るよ。よし、じゃあ一緒に夢の中で遊ぼうよ。おお、お、いいじゃん。絶対出てくるはずありません。何それいらんや、その後の。夢の中に出てきても所詮アンパンマンは夢の、はい、夢の、はい、まとまってないの喋っちゃいました。もう SS 中佐さんどうでした？アンパンマンに私が助けてほしいわ。次行っちゃいましょう。それではありがとうございます。はい、モッカスポイズンさんから。どういう意味？どういう意味じゃない？毒ってことですね。そうそうそう。モッカスポイズンさんから、ユウさんに質問です。だっ！ユウさん、足の臭い男はどうすか？たまんないですね。たまんないですか？途中で。うん、しかも、納豆系とか言うんですか？うん。納豆系とか臭い系とか、あと、もやしが腐った系ってあるんですか？うん。うん、まあ、そういう足臭い男はですね、あえてジーンズを履いて、うん、そういうファッションの時には、こう、高級感のあるバッグをあえて持てば生かすぜ。じゃあ、ありっていうことですよね。ありです。有酸的に匂いがないとかありえないからだよね。匂、うん、いフェチなんですね、有酸ってわけではないっす。ってわけではないや。言っときますけど、足草はジーンズにも染み込みます。うわ、それがジーンズにも染み込んで、うん、バッグにも染み込みます。最悪です。最悪だよ。生かす用途だよ。どんなフレグランスつけても、うん、シャネル何番何十番をつけても、うん、匂いは消えません。
最悪です。死ね。もうユウさんに失礼。ほんまや。そんなね、死ねして言ってない。殺しすぎ。ユウさん死ねって聞いたことない。ユウも鉄板似てる。ユウ似てんな、うん、本当に似てるよね。言ってますね。どんどん行きましょうよ。鉄板何系の鉄板。いやもう鉄板絶対に外さない。あ、焼きそばとかね。いや焼きそばとか硬いと。そうそうそう。ああ、はい、それでは行きましょう。キースこれサソキースサソさん、うん、キースサソさんからマッキーペンの、モノマネを、マッキーペンさんへの質問ってことですよね。インクが出ないんですがどうしたらいいんですか。それはねそれはねこれマッキーペンだよね、今ね、細いペンやね、うん、細字やん。それは、うん、右手で4回左手で4回振ってごらん。そしたらインクが出るんですか。いや、まだ出ない。まだ出ない。じゃあどうしたら出るんですか。左手で4回、うん、右手で4回、うん、振ってみる。振ってみる。振ってみました。出ますか。振ってみる。その後に僕にゴムを巻きつけて、ゴムを巻きつけてくるくるくるって巻きつけて、待ってくるくるってやったら僕がくるくるくるって回って、その遠心力で遠心力で出るかと思ったところで蓋を一回開ける。うん、蓋を開けます。パコ開いた開いた開ける。開いたよ。そーっと閉める。そしてまたパコパコ死んでもうた、ね、インクなくなってもうた。マッキーペンさん、ありがとうございました。満足したかな今の方ね。はい、笑ってますよ、ね、そうです。第2回ですよね。そうなんです。あのね、でもそのくるくるっとゴムを巻くのは伊藤家じゃないかな。なんかね、そうそう、なんかね、見たことある、うん、なんかでやってたんですよ。本当にあったんや。やったけど全然出ませんでしたね。あんまよ。案外心力ぐらいだったら自分の手で振った方がいいですね、うん、あとボールペンに空気入ったのは何をやっても、うん、どうしようもない時あります。もう口で吸いましたけど、私はうボールペンを吸いましたけども、ボールペンのボールも回ってない状態で空気を抜くなんてありえません、うん、そうそう、これちょマッキーペン、ユーミン分かれよ言うて、うん、ちょマッキーペンさ、はい、マッキーペン可愛い、さっきも可愛いとか、マッキーペンちょっと反響いいんちゃう。かわいい言われてるんで、私の可愛さが出てる。多分ね、2週前ぐらいに1回やったんですよね。うんうんうん、そう、なんか2週間に1回やってますよね、うん、忘れられんかったよね。なんていうの、こういうの2週間に1回っていうのよ。いや、何も言わない。隔週としか言わない。隔週、隔週、うん、それを知りたかったの。はい。どういうこと、それ何も聞くの。最近隔週っていう言葉をね、隔週っていう言葉はおしゃれだなと思って。あとチェイサー、コハヒヨさん、コハヒヨさん、チェイサーって可愛い言ってるよ。チェイサーみたいな、マキペのモノマネ最高言ってますね。いや、マジこんなんがいいんですか、ね、うん、でも地上波では絶対できないですよね、これね。地上波でなんとこの間営業でやっちゃいましたよ。マジで歌ってるやん。ギャオジョッキーを見てるんでって言われたんで呼んでくださった方が、そんなんやったらもうやろか言ってやったらね、誰も笑わへん。ダメ。しかもね、その俺ギャオジョッキー見てます言う本人もね、うん、全然笑えへん。めっちゃ嫌な空気やった。俺のせいじゃありませんみたいな。その回見てなかったんやろ。お前のせいじゃんって私せいせい叫んでる。ジョッキー見てる方結構ね反応いいんですけどね。ですよね。ね、一般にはなかなかきついのかもしれないですね。分からへん人はね、分からへん、このセンス、どんどん行きましょう、このハイセンス、クオリティな、この、うん、なあ、なあ、もう行こう行こう、なあ、もう行こう行って、はい、ノリジさんから、ノリジさん、はい、浜田麻里さんへ質問です。自宅出産はどうでしたか。自宅出産、よう知ってるな。おう、思いはったんですか。自宅出産はな、スポーン、スッポンと、うん、スポンと、スッポンと行きました。水の中に、水の中に、水の中にいました。え、テレビで見たことあるでしょ。ハリゴンプッブルルッ、そしたらプソーンと気持ちいい、スゴーンと、あ、もうあんま痛みとかなくですか。うん、プルルッと、うん、行って耳にヘソの方がつながってる。うん、つながって、それどうするんですか。だってスイスイーンとクロールしたら子供がピューもう五感だけですもんね。ほんまやん。
っと。いや、関西人得意よ、それぞれのね。よく言うとね。シャシャシャーっと、行きましたな。うん、ちょっと待って、うん、誰、うん、浜田マリア。だんだん食べるようになってきて、マッキーペンと浜田マリがなんか一緒になってたね。今コラボレーションしてた。マッキーペンと浜田マリが結婚して生まれた子供、こんな感じかもしれんと。まあまあまあパパパパッあれ関西のおばはんみたいなノリになってきたけど大丈夫かな。うん、大丈夫や大丈夫や。今度振っちゃって。はい、のりたまのりたまのりじさん最高。しらたま埼玉金玉いろいろ来ております。次行きましょう。さて、はい、キースサソさんから。キースサソ、はい、エハラさんに。プルエハラエハラさんに質問なんですけど、私、いちご姫のねオーラをやっぱ見ていただきたいなと思うんですよ。いちご姫っていうなんだ。私いちご姫と言いまして、はい、いちご、いちごの格好してると思ったら、はい、今日はちょっとおしゃれないちごに。どこで買ったんやっけ。これいちご屋でなんなんタウン、なんなんタウン、はいはい、買わせていただいたんですけど、はいはい、私のオーラって青ですかね。あれ笑われてる。どう、いやあなたね、はい、あの何色なんですかね、江原さん。皆さんも分かってらっしゃる。分かってらっしゃる。分かってる。え、皆さん私のオーラ分かってるんですか。ちょっと大丈夫ですか。江原さん、江原さん、ちょっとオーラをね、皆さんもう言わなくても分かってらっしゃる。江原さん、あなたね、青いオーラなんて、青いオーラなんてね、してらっしゃらない。青オーラしてない。じゃあ何色のオーラなんですか。皆さん、三つ？言えない。いや、言ってくださいよ、江原さん。あなたね。はい。あなたね。はい。まあ、冷静に聞いてください。冷静に、はい、聞かせていただきます。あなたの、おばあさんいらっしゃるでしょ。おばあさん、はい。おばあさんはね、なんと。いや、まあ、あんまり気になさらないでほしいんですけど、はい、天狗だったですね。天狗いちご姫の。天狗なんや。お前で天狗、顔、天狗なんですか。ねえ、そうはないよ。原さん、うちの息子も見てるんでね、はい、本当にあのキンキキッズさんと一緒にね、はい、お父さんテレビに出ちゃったなってうちのね息子も喜んでましたけど、まあ、何の話。まあ、それはオーラのこと聞いてる。私のオーラは一体何色なんですか。すいません。まあ、天狗様だったんですね。はい、天狗、はい、ね、天狗様だって、はい、まあ、天狗様っていうのもね、はい、山の神を司るという、はい、そうですね、ね、場所でね風吹かして、はい、やってらっしゃって、もこれ日本の自然の神ということでね。はい。あ、そうですか、そうですか。いや、そうですか。いや、すみません、あの全然天狗様が今喋ってらっしゃる。天狗様が、ね。あ、すみません、すみません。あなたの後ろでね、天狗様が喋ってらっしゃる。何言ってますか。いや、もうお世話になってます。いやね、天狗様がおっしゃるにはね。はい。まあ悲しい話なんですけど、ね。悲しい話よ。あなたのオーラは。はい。ないって言ったらしい。いやいや、オーラないってちょっと待ってよ。オーラやな。前ってね、色。オーラあるの？色を言うならね。ないと思うよ。あるわ、失礼な。ない、ないでいいですよね。はぁ、これは残念な知らせが。え、原さん、天狗様、天狗様やっぱりね。はい。天狗様呼ばれてるよ。天狗様はね、あなたなんかの祖先じゃないっておっしゃってる。私はあなたなんかの祖先じゃないって言う。すいません、間違えました。ちゃんと出てきとるやん。天狗様ね、つい、ちょっと酔ってらっしゃったみたいで。で、いつもより顔が赤いからどうしてらっしゃるのかなって思ったんですけど。え、やるな。すいませんね、なんか、申し訳ない。あなたのね、祖先はね、あの中世古代のね、ローマ法王のね、はい、あの、中世来た。中世ね、ローマ法王のね、履いてたスリッパね。なんだ、これ、いいやんか、でも。できるけど。でも、王様のやから、いいやん、スリッパでも。痛かった、痛かったってね。ねえ、まあ、貴殿もいるやから。まあ、ね、まあ、ええやん。じゃあならば、色ね、オーラないよりええやろ。群青、群青色。群青色かよ。うん、群青色。うん、いや、こんの、もっと、もうこんな、もういつまですればいいのか。もう天狗教とか言われて、天狗様、モノマネというよりイタコに近いな言われてますけど、あのなんか涙が出てきたんですけど、何でしょうかね、不思議ないろいろ。どうですか、まだ来てますよ。はいはい、まだまだ来てますね。はい、あれこれじゃない、あ、もうこっちの呼んじゃっていいんですかね。いやー、なんか、まあ、江原さんのモノマネするって言って、江原さんのモノマネをする古賀秀さんのモノマネだったんですけど。
いやー、江原さんは生まれて初めてやりましたね。江原さん初めてやったよ。へえ。絶対中世は言うよね。でも、ね、中世大体中世ですね。私も見てもらえた。大体中世。大体中世か。三原純子さんと小原さんも見てらっしゃった時面白かった。何やった？あの戦友だったとか言ってね。戦友？二人が？戦友。ほんで三原さんがシャワーが怖い、シャワーが怖いって言われて、そうでしょうね、そうでしょうね。あと昔ね、あの逆さ吊り水吊るしの件にあってます。怖い怖い。あ、だからだとか言ってね、うん、納得されてましたけど。いつもテレビつけちゃうんですよとか言って、ああそれはね、あなた昔ね、あの情報が少なすぎてね、敵に殺されてます。いやいや怖い怖いみたいな。私もテレビ好きだなとか思ったらもうね、うん、情報不足で敵にやられたのかなとかいろいろ思いました。テレビついてないとダメな人は多分情報不足なんですよ、前世で。あ、そうなんや。はい。へえ、江原さんも会いたいな、はい、ですね。のりじさんから来ております。宇多田さんに質問です。好きなおにぎりのおむすびの具を教えてくださいと。宇多田さんもおにぎりとか食べるんですか？おにぎりはもちろん大好きで、私もなんかたまにおにぎりみたいな食べ方なくなっちゃう。まあ、今回のおしりとりにもおにぎりが入ってるんだけど、何のおにぎりが好きかなと思ってるけど、一番好きなのは、まあ、おにぎりっていうよりもなんかおにぎりが日がたってカピカピになっちゃったやつの、何、海苔の裏にくっついたお米粒がちょっと柔らかいだの、硬いだのっていうところが好きなんだけど、中の具材としてはやっぱりこう何て言うかな、そうだな、いくらよりもシャケと梅干しの昆布。今最後、宇多田さん大丈夫ですか？宇多田さんちょっと鮭から昆布に行きましたけど、なんでどうしたんですか？マヨネーズとシーチキン。なんで今作曲してらっしゃるんですか？ちょっとそういう時間で、ちょっともう自分の世界入られて、ちょっと作曲の方入っておいてもらいましょうかね。次の行った方がいいかもしれないですね。はい、それではちょっとほっといてるね。キャシー塚本さんから来ました。桂小枝さんに質問です。なんですの？桂小枝さん、なんでですの？私も最近あの探偵ナイトスクープの DVD わざわざ借りて、何がちょっと見てたんですけど、何がその中でもこう一番びっくりしたスクープは何なんですかね？聞いてないやろ。聞いてる？スクープって何ですの？いや、なんでスクープやってるんですか？いや、桂小枝です。だからその人に聞いてんね今。小枝さん、小枝さんがスクープ、スクープありました。尼崎尼崎の人にですね。尼崎の人にですね。区切り方おかしい。ある道歩いてる人にですよ。あんた、ちょっと待って、どこから来ましたんって聞いたなら、尼ですわって、いうことかんだ。尼崎なんだよね。そんな、あの、区切り方おかしい、あの人。すいません。んですのとか。ちょっと私ね、研究不足です。いやでもね、ちっちゃい時のイメージで。本当ですか？あの、尼崎の人に、どっから来たんですかって言ったら、尼ですわ。でも絶対言う。そう、アマですわって絶対言うっていう、あ、だそれ一番思います。それは尼崎のアマっていう略して言ってる、そうです、まあ、あの卵爆発するやつとかなんかよく聞こえる、要は卵ね、私よう分からへんのですけど、わ、あれは面白いよ、鉄板見たことないですよ。もうあれはね、絶対真似しちゃいけないって言っても、したくなってしまうの。でも怖いからしないけど、面白いよ DVD 探偵ナイトスクープ、ちょっと見てみますわ。全部借りて欲しい。卵を今ちょっとやってみたくなって、すいません。え、もう飛んでいくから、やばいから、マジちょっとおもろいから、あれでめちゃめちゃウケるって聞いてました。ウケるウケるウケる、いやーもうね、おっさん劇場よりおもろいって聞きました。面白い、探偵ナイトスクープのもし DVD になってるやつじゃないのを見たかったら、私ビデオ貸すから、いっぱい取りだめてるから。いちご姫からビデオ借りたくないわ。なんでよー。ありーや、ちょっとビデオで焼きがいちご臭くなりそうな。いやんか、いちご臭くなってもめっちゃ面白いね、パン持ってるのに。ギタンダギタンダギャン。あと2分です。あと2分。なんでですの？ヒョンヒョロさんから、ヒョンヒョロさんから長澤まさみさん質問です。
人間の体の 60% は何でできてますか？え？聞いとけ。2分しかないんで聞いといてもらって、あの長澤まさみさん、うん、あの人間の体の 60% って何でできてますか？ヘロイン。もうちょっと。何が聞きたいんですか、この人間の体の 60% は、うん、今の人間の体の 70% じゃなくて 60% ですか、はい、あれです。何ですか？クランボンです。60% も何で、やべ、あともう60秒しかない。初恋でできてます。初恋が全てなんです。初恋で40% はお水です。水と初恋で来てます。ヒカルさんごめんなさい、あとね35秒しかない。おっとっと、今日の MVP の発表です。はい、行きましょう。MVP は、キャシー塚本さん、桂小枝さんの、一番びっくりしたスクープに、はい、そうです。はい、大好きし、キャシー塚本というだけでもあげたかったです。はい、それで選ばれました。おめでとうございます。はい、はい、送ってください。はい、ミラクル、アットマーク、ギャオドット JP に、ハンドルネームと、連絡先、教えてください。お願いします。はい、お願いします。はい、ミラクル光る。はい、うん、ということで。いきますよ。それでは、最後に、今週の、ミラクル光るをどうぞ。はい、明日はですね、新宿のゴールデン街で、精神医の人と対談をします。嘘やん。はい。バイバイ一号。もうバレちゃうの？ゴールデン街で精神。なんでそれ言うたの？え、バイバイ一号。はい、精神医学者。バイバイ一号。精神医学者の方。バイ。